おはようございます。これ、かしわ餅です。かしわ餅、昨日スーパーで買ったやつの残り半分。かしわ餅はどうですか、皆さんは。このまま葉っぱごと食べます？僕は葉っぱ食べんかな。はい、改めましてお疲れ様です。これ昨日ね、あの視聴者の方からいただきました。これ見て見えますかね。よしって書いてあるのよしじゃなくてね、よしって書いてあるんですけど、これそっくりですね。これ指といいね、ヘルメットといい、ここに伸ばし棒が入っとったら完璧なんですけどね。よしってね、これキーホルダーですね。はい、いただきました。これとね、あとこちらのね、クオカード3000円分を4枚とね、あとお手紙ももらいましてね、本当ありがとうございます。あのクオカードもね、ありがたく使わせていただこうと思います。はい、ありがとうございました。これはどっかにね、ぶら下げましょうかね、ここら辺にね。はい、あ、トラック来た。あ、これティッシュさんじゃあ、今動画回してますけど、今8月いっぱいですよね。そうですよ。あ、頑張ってください。軽トラがナウじゃないですか。やばいでしょ。ブリハネロスからね。あれ前の車のホイール使っとんでしょ。違う。あ、違うんですか。別ですけど。そうなんですか。めっちゃ腰が痛いですよね、今。跳ねすぎて。調子に乗ったんすよ。こんななるでしょ。バッと来たんですけど。頑張ってください。気をつけて。はい、めっちゃタイミング良かったね。今ティッシュさんとすれ違いましたけど、はい、ということで今ね、3現場目向かってます。お昼13時40分ですね。はい、今日もねバタバタしてます。1社目入れ替え、ともに入れ替えに行って、でさっき2台目昼前にね、八本松飯田に、東広島市八本松飯田に手積みに行ってました。サイディングの手積みでした。はい、で物量もねこんな感じでめちゃくちゃ少なかったです。はい、サイディングがもう一粒米もなかったですね。はい、これだけでした。でもね積むとねこんな感じになるんですよね。もうこれだけしかなかったんで、もうパーッと適当にね投げて積んだんですけどね、結構最初ねカチッと小ずんである画像を見ると少なく見えるんですけど、もうバーッと広がるとねこんな感じで結構傘が広がりますね。はい、でサイディング積んで、昼一で廃材下ろして今3現場目、今度ね八幡の方へ向かってますね。なんか久々に雨が上がってね、うっすらと青空が雲の間から覗いてますけど、久々に雨が止んだよ。ほんとだいぶ降りましたね。雨も降ったし、雨の中ずっと夜勤やりよったんでね、なんかその疲れがねやっと今頃出てきた感じですね。今日なんかめっちゃ体がだるいですわ。はい、もう声にも張りがない全然。ねそんな感じですけど、で今から佐伯区の八幡に行きますけど、手積みにここもまた柄ばっかりよ。ねえ、追い打ちをかけるように今日ね手積みの比率が多いですね。全体的に7:3ぐらいじゃないかな、手積みと入れ替えの割合がね7:3ぐらいで手積みの方が多いですね今日は。はい、ね、まあさっきの手積みがね、ラッキーだったんでね、その分まあ今から頑張れよということでしょう。はい、柄もね、結局ね全部積み切れんのんすよね。今から行くとこはねいつもねちょこっと余るんですよ、残ってしまうんですよ。うん、まあでも仕方ないですよね、化石祭になっちゃいけんのでね、だいたい残るんですよいつも。はい、まあパッパと積んでね、まあだるいのはいつまでたってもだるいですからね、だるいだるいしんどいのーって思いよってもだるいのか話、もうパッパと積んでね、はい、持って帰って、まあ、夕方もう一個どっか行けたらね具合にもなるし、
そんな感じで、やっていきましょう。はい、さっきあの八本松行ったって言ったじゃないですか。あれ最初ね、事務所じゃない無線で場所聞いた時は、あの前からやっとるとこって言われたんですよね。でもそこはね、もう頭の中で一箇所しかなかったんで、前からやってて最近もやってるっつったらそこしかないって思った現場がピンときて、あそこだなと思ってね、まあ、適当に聞いとったんですよね、無線係の配車係の人の言うことを。ほんで現場行ってみたらね、もう全然その現場もあのお家の名前もサイディングの廃材もなくてね、ほんで、まあ、造成地なんですけど、あらーと思って、で、まあ、前からやっとったとこって言ったんで、あひょっとしたらそっからね3分ぐらい離れたとこにもう1箇所造成地があったんですよね。だからあそこかと思ってね、そっち行ったらそっちでもなくてね、で結局10分ぐらいその辺うろうろしよって、で結構10分ってね、あの短いようでね、ああいう時って結構長く感じるんですよね。焦ってからね、うわーないない現場ないじゃんみたいな感じでね、焦ってから10分がすごく長く感じたんですけど、で結局もう一回事務所で、事務所に無線飛ばして聞いたらね、その新しく造成しとったとこのさらに隣にね、また新しく造成しおるとこがあって、もう造成ばっかりじゃんと思ってね。八本松飯田はね、多分田んぼとかを手放したね、地主さんというか土地持ってる人が田んぼとか売ってからね、造成して新しくたくさん家が建ちようかなと思ってね、で結局迷ってね、10分ロスしてその現場に入ったんですけど、だからね、廃車係の言うことは最後まで聞かないといけませんね。まあちょっとね疲れてるかもしれませんわ、体と頭が。だからもうちょっとしたね気の緩みというか、ああいうのもね危険な事故とか怪我とかにつながるんでね、気をつけて作業したいですね、この後もね。はい、じゃあ西広島バイパス、西広島バイパスを通っていきます。はい、ここは朝日橋、新朝日橋ですね。下は太田川がね流れてます。はい、だから昨日もねちょっと昨日はね、あの子供の夏休みの宿題の工作ね、紙粘土で作る貯金箱、あれをちょっと手伝いおったんで、ちょっとコメント返す暇がなくてね、今日まだ返してないんです。あのスタンプしか押せてないんですけど、すいません。はい、ちょっとね時間がなかったです、昨日はね。結局気づいたらね11時ぐらいまでやってましたね。まあ、子供は10時頃寝たんですけど、その後まあ手直しとかね、ちょっと気になるところをねこっそりやったりしよったんでね、11時ぐらいになりましてね、まあ、紙粘土って本当扱いにくいですね。久々にやったんですけど、めっちゃ扱いにくかった。多分女房より扱いにくいんじゃないですかね。まあ、僕女房いませんけど、はい、元奥さんより扱いにくかったかもしれませんね。世のね男性方、旦那さん方ね、ちょっと一回紙粘土ね久々にやってみてください。多分ね奥さんより扱いにくいと思いますよ。はい、ね、あーしんど、まあそういう冗談がね言っとけるうちはまだ大丈夫ですよ。はい、頑張っていきましょう。気づけば西広島バイパスに乗っかりましたね。はい、西バイ乗っかりですよ。さっきもさ仕分けするのにトラック降りたらやっぱ暑かったね。あの雨が上がって嬉しいけど、それはそれでまた暑くなるんでね、と思いましたけどね。はい、でもまあちょっと晴れてねしっかり地盤が乾いてくれるといいんですけどね。はい、そんなこと思いながら、昼からも頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。さようならー。